テサロニケの教会への手紙。パウロ、シルワノ、テモテから、私たちの父である神と主イエス・キリストに結ばれているテサロニケの教会へ。私たちの父である神と主イエス・キリストからの恵みと平和があなた方にあるように。兄弟たち、あなた方のことをいつも神に感謝せずにはいられません。またそうするのが当然です。あなた方の信仰が大いに成長し、お互いに対する一人一人の愛があなた方すべての間で豊かになっているからです。それで私たち自身、あなた方が今受けているありとあらゆる迫害と苦難の中で忍耐と信仰を示していることを神の諸教会の間で誇りに思っています。これはあなた方を神の国にふさわしいものとする神の判定が正しいという証拠です。あなた方も神の国のために苦しみを受けているのです。どうか私たちの神があなた方を招きにふさわしいものとしてくださり、またその道からで善を求めるあらゆる願いと信仰の働きを成就させてくださるように。それは私たちの神と主イエス・キリストの恵みによって、私たちの主イエスの名があなた方の間で崇められ、あなた方も主によって誉れを受けるようになるためです。神の御言葉。私の声を聞き分け、私もその羊を知り、羊は私に従う。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。マタイによる福音。その時イエスは言われた。立法学者たちとファリサイ派の人々、あなたたち偽善者は不幸だ。人々の前で天の国を閉ざすからだ。
自分が入らないばかりか、入ろうとする人をも入らせない。律法学者とファリサイ派の人々、あなたたち偽善者は不幸だ。やもめの家を食い物にし、見せかけの長い祈りをする。だからあなたたちは人一倍厳しい裁きを受けることになる。律法学者たちとファリサイ派の人々、あなたたち偽善者は不幸だ。回収者を一人作ろうとして海と陸を巡り歩くが、回収者ができると自分より倍も悪い地獄の子にしてしまうからだ。物の見えない案内人、あなたたちは不幸だ。あなたたちは神殿にかけて誓えば、その誓いは無効である。だが神殿の黄金にかけて誓えば、それは果たさねばならないという。愚かで物の見えない者たち、黄金と黄金を清める神殿とどちらが尊いか。また祭壇にかけて誓えば、その誓いは無効である。その上の供え物にかけて誓えば、それは果たさねばならないという。物の見えない者たち、供え物と供え物を清くする祭壇とどちらが尊いか。祭壇にかけて誓う者は、祭壇とその上のすべてのものにかけて誓うのだ。神殿にかけて誓う者は、神殿とその中に住んでおられる方にかけて誓うのだ。天にかけて誓う者は、神の玉座とそれに座っておられる方にかけて誓うのだ。主の御言葉。